人で食べたいと思います。4184キロカロリー。やばいよね。成人男性の1日の食べるのがだいたい2000何ぼとかなんで、その倍ぐらいですね。やばいな。絶対に1人で食べないでください。4人で、はい、どれぐらいで食べるかなっていうのを検証したいと思います、はいはい。チェキどう？チア？さっきは最初にチキン食べていいけど、これはいける、いける、いける。一人でもいけるよな、多分。一人で、一人で行く？全員でっかいです。まあ、ということで、はい、早速、はい、まず作っていきたいと思います。はい、もう段ボールやん。すごいな。そう、もう入れ物がね、すごい。うん、いきますよ、いきますよ。ほい、どう？わー、でっか。ソースでかっ。早くでっか。早く、すごい。何個あるんや。あ、ソース、すごい。お湯入れて作っていきます。はい、えい、すごいね。出ました。はい、すごい。で、お湯を入れさせていただきます。お湯入れ大臣でいきます。あと、すごい、え、すごいな。これ1リットルなのに、うん、まだちょっと、ちょっと足りない、足りないっすね。うわー、やばいな。いいね、いいね。わー、わー、いやー、ほい、うわ、やば、おいしそう。すごい重量、めっちゃでもいい匂いしやん、うん、うん、給食のおばちゃんになった気分。確かに、確かに、確かに、確かに。やばいて、なんか刺しても刺しても麺あんねんけど。やばいて、ずっしりやばい。重っ、重い、重い。箸がやばい、折れそう、折れそう。いい感じかな。いい感じですかね。はいはい、あ、やばい、やばいな。プードル見てるみたい。どういうこと？食べにくいから。食べにくい。やっぱプードルにしか見えん。プードルやめて。4人こんだけボリボリやって、そんなはってんのやばいな。つけます。はい、よーい、ドン。はい、いただきます。やばー、はい、普通に美味しそう、普通に美味しそう。いただきます。よっしゃ、うん、うん、うん、うまい、うん、おいしい、おいしい、うん、うん、ヤングって感じ。余裕かもしれへん。うん、わかる。今はな、全然いける。目標何分にする？一人で食べてはる女性の方の YouTube では1時間50分かかってなくて、おお、おしゃべりになろうとかやってるのね。で、それで4人やから、うん、どのぐらい？20分。うん、20分いけんじゃない？いけるな。15分、15分やな。15分、うん、待ってますよ。うん、余裕？うん、え、ちょっと余裕、余裕やと思うよ。やばそうやろ、チャキ。今の動画やるからみんなお腹すかしとこうって言ってご飯食べてなかったんですけど、チャキだけ、うん、ファミチキをね、とりあえず食べたんですよ。あれは、うん、チキンが悪い。うん、一皿目終了。おお、なんか、うん、いや、全然減ってないな。うん、うん、お、結構減ってない。いくねー。おー、いくね。塊がすごい、挑戦的。チャレンジャー、はい、これ行ったらいい。でもなんかまだ湯気出てる。うまいよ。うわー、でも、そこ見えてんねんもん。そう、うん、じゃあ2周ぐらいで完食できるかな。2周やったらこんだけ後とかやったらでも、めっちゃそこ見えてるやん、ほ、うんとに、うん、よし、腹が見えるんで。腹？うん、うん、うん、言わんとく。むちゃは余裕ですか？まだいける。おお、うん、さすが。うん、でも言うてもうね、いけそうじゃん、全然ね。うん、いけそう、いけそう。しゃあ、ちょっと待って、7分いる。大丈夫？なよ、ふー、出るか。違う違う、美味しいな、美味しいな、美味しいな。
だいぶだいぶ、うん、ちょっとね、火薬がこうやってめちゃめちゃ多いって。わかる。残るよな、火薬。戻っていいって。え、マジ？え、ゼリーじゃないよ。無理せず、ちょっとずついきます。いけそうや。ほんと？いけそうやな。これはいけるな。うん、どこまで、みんなどれくらい欲しい？ものものついてるよな。あ、でも、うん、やっぱ、先が食べたいから。いいよ、もう、その使い方さ、お姉さんからな。先の好きなだけ食べんぞ。これいけちゃうな、めっちゃ。うん。こっち二人が楽しいな。いけんな。すごいわ。すごい。火薬をちょっと回収するぐらいです。うん、すげえ。じゃあ、あとお皿を。いけるよ。完食する。うん。よし。じゃあ、なんか。縮れてんな、うん、紛れるな、紛れなんだよ。うん、すごっ、うん、すごい、すごいな、すごい、いや、胃袋ブラックホールですね。いや、あと14分、あと30秒、うん、あ、うん、30秒、急にせかすやつ。いや、めっちゃ美味しかったですね。美味しかった。美味しかった。大人数で食べようぜってなった時は、4人以上やったら多分1つじゃ足りないかもしれない。そうなんです。確かに。ということで、皆さんも、このね、ペタ。皆さんもこのペタマークス見つけたら、ぜひぜひチャレンジしてみてください。評価、チャンネル登録、ツイッター、インスタグラム、サブチャン、くるみチャンネル、その他のチャンネルもチャンネル登録、よろしくお願いします。バイバーイ。こんにちは、くーちゃんです。しゃっくりが出た時に止める方法は、息を止めながら30秒数えるっていうのも効くらしくて、でこれはなぜかというと、30秒数えることで別のところに意識が行くから止まるらしいです。ということで、くるみチャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。